読みます。はい。ラジオネーム。うん。おー、すげえな、おい。じゃあ、今、絡んじゃった。喧嘩売りに来たのかな。違うよ。編集点作らない。よし。ラジオネーム、スカイちゃんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、お願いしまーす。お願いしまーす。配給は、仲間との絆はもちろんですが、うん、同時に個人の成長も描かれた作品です。そうですね。そこでお二人は、最近自分成長したなーって思ったことはありますか？それでは、お疲れした。お疲れした。言い残して、さっと、飛ぶ鳥、あと、質問しといて去るのはどうかと思うな。でも去るしかないよ。僕結構聞いといてスルーすることありますけど、ちょっとお疲れしたーっつってさっき帰っちゃうのどうかと思うな。でもさ、これ2個びっくりマークでさ、ちょっと、お疲れした、びっくりびっくりで、ちょっとすがすがしい感じするから許せるよ。早く帰りたかったのかな。違うよ、送ってくれたんだよ。まあありがとうございます。どうすか、成長したなって思ったことですか、うんうん、もうね、日々日々成長してるんですけれども、うん、一番成長したって言えばウエストかな。それは、うん、それは、プラスかマイナスか、ちょっと食べ物が美味しくてね。ああ食べますね。まあちょっとね、察しましたよ、それは。もう食べ物が美味しいとどん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 こう溜まってきちゃってね。そうかね、良くないですね。うん、村瀬さんは何か成長したところ、成長したなって思うところありますか？村瀬さん、あ、村瀬さん、あゆなんかそれね、別の人になっちゃうからね。どうだろうな、成長したなって思ったところ、はい、あ、身長が伸びた。え、あのね、結構、1ヶ月ごとぐらいに身長測ってんだけど、この前朝測ったら、なんか 0.7 センチ伸びてたんだよね。はぁ、すごくない？すごいけど、家に身長測るやつがあるってことですか？うん、壁あるじゃん、はい、壁にこうやって、定規でこう、バッて刺して、はいはい、で、そこのとこに鉛筆で軽くコンって置いて、で、それでこうやってメジャーで測ってんの。誤差じゃないですか。え？誤差じゃないですか。違うと思う。定規で測ってるんですよね。1やって、あ、1やってから定規で、1やって、違う、メジャーでピーって、あ、なるほどなるほど、1を定規で刺してから、そうそうそう、刺してそこにピッピッってやって、ティッシュ箱とかのがいいかもしれないですね。あー、そっか、大きいし、直角でこう壁につく面と自分の頭につく面が広めに取ってあるんで、こうずれないっていうね。賢いね。いやいやいや、すごい、僕はね、こんなのティッシュ箱使う、勉強が苦手なバカですからね。勉強の話はね、やめとこ、やめましょう。頭がいい悪いの話はやめましょう。ということで、皆さん、たくさん。